韓国人が語る反日教育についての記事が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は反日教育と日韓関係についてに海外が興味津々の話題です。海外、大人になった方がいい。現在、日韓関係は1965年に日本と韓国が外交関係を回復してから最悪と言われるほどに悪化しています。韓国では日本製品の不買運動が起き、来日客も急減しています。日本と韓国、距離的には近い国ですが、心の距離は大きく離れているようです。その背景にあるのは韓国の反日教育とよく言われます。そこで今回は、韓国人女性が語る韓国での反日教育と日本で感じたギャップについての記事をご紹介します。以下がその概要です。私は日本で暮らしている韓国人です。日本に移住してきて間もなく3年になるから、韓国で受けてきた反日教育と実際に日本で住んで変わったことを今回は話していこうと思うの。私だけじゃなく、韓国人のほとんどは日本のことが大嫌いだと思うわ。私は日本人の知り合いもいなかったし、会話したこともなかったんだけど、なぜか日本人が嫌いだったの。理由が分かったのは日本に来てからだったんだけど、韓国人はみんな韓国の教育で洗脳されていたの。まずはその反日教育について話していくね。1. 反日教育。そもそも反日教育という言葉すら韓国語にはないの。私の友達にも聞いてみたんだけど、反日教育って何？っていう人がほとんどだったわ。実際にどんな反日教育が行われているかというと、最初は学校の教科書から。日本だと何年にどこの国がどこを攻めた〇〇の戦いという風に載っていると思うんだけど、韓国は日本が歴史上どれだけ韓国人にひどいことをしたのかという風に勉強させられるの。その結果、私たちはなんとなくなんだけど、日本人はひどいことをする人種なんだなとイメージがついていたわ。メディアでも韓国と日本はよく比較されて、日本人がいつも悪いように言われている。だから韓国では友達にも親にも、日本のこれがいいよね、この日本人のアイドルかっこよくない？なんて会話はしてはいけないような風習になっているの。日本でも宗教、政治、好きな野球チームの話は NG と聞いたんだけど、韓国ではそれプラス日本の好きなところの話は NG なの。最近では日本人が加入している K-POP グループが人気だったりして、韓国人の若い人たちはそこまで偏見のない人たちが増えているんだけど、私の世代では最悪なの。さらには、日本式の表現をやめようという運動を行っている人だっているの。日本式の表現とは、欠席届、敬礼など日本語と同じ単語のことなんだけど、これらを廃止して韓国式の言葉に言い換えようという運動が、なんと小学校から起こっているから恐ろしいと思うわ。 2. 日本が好きになったきっかけ。そんな教育を受けてきた私なんだけど、日本のことを好きになったきっかけがあるの。それは私が家族旅行でハワイに行く時に起きた出来事なんだけど、当時は日本を経由してハワイに行く航空券が一番安くて日本を経由したの。東京に来て本当に驚かされたわ。韓国人の方が優秀だと教えられてきたんだけど、それは間違いだったと気がついたの。高いビルは至る所にあるし、走っている車も高級車ばかり。それなのに日本人は韓国人のように威張っていなく、みんな親切だったわ。例えばジューススタンドで買い物をした時の話なんだけど、日本語を喋れない外国人でも店員さんは面倒くさそうに接客しないで、むしろ優しく私たちに対応してくれたの。メニューに何が書いてあるかわからないと戸惑っている私たちに、メニューをわざわざ絵で表現してくれて、上から下まで全部教えてくれたわ。そこまでしてもらって注文したジュースだったんだけど、私の口に合わなくてお母さんにあげたら、なんとそのお店の店員さんが他の味のジュースをプレゼントしてくれたの。こんな出来事信じられる？韓国の店員だったら、だったら外国人は飲むなよって絶対に怒り散らしていたと思うの。たった2日しか日本には滞在しなかったんだけど、今まで受けてきた教育は嘘ばかりだったと気がついたのよ。日本人は本当に優しい人ばかりだった。
これは本当にショックだったわ。3. 旅行から帰ってきて。私はそのハワイ旅行がきっかけで日本という国と国民に興味を持ち始めたの。その中でも一番ハマったのが日本のドラマ。日本の学校の生活や日本文化をドラマから学んだんだけど、私はこの日本のドラマにすごく励まされたの。私は当時受験生で心身ともに疲れていて、周りの韓国人との会話に疲れてしまっていたわ。なぜかというと、韓国は感情を抑えずに言いたいことを言うっていうのが正しいと思っている国民だからなの。だから韓国人は喧嘩することが多々あるわ。むしろ喧嘩は悪いものだと思っていなくて、自分の感情を抑える方がもっと悪いことだと考えているの。けれど私にとってはそんなのは大人じゃないとずっと思っていたわ。私は大人なら自分の感情をコントロールして相手を傷つかせないことの方が重要だと思う。しかも受験期でナイーブになっている時に周りから強く言われたり、もっと勉強しないといい大人になれないと言われたり、同じくナイーブになっている友達のストレスの発散としても使われていたわ。私の考えが間違っているのかと思っていたんだけど、日本のドラマの中には私と同じ考え方の人がいっぱいいて、私は間違っていなかったんだと実感できたの。日本に行きたいという気持ちがそれを通して強くなって、大学に受かったら日本に留学するという目標を掲げて勉強も頑張れたわ。大学に合格してついに日本に留学できるチャンスが待っていたんだ。だけど私の周りはみんな反対したの。お前は日本の作られたドラマに毒されたんだ。絶対後悔するから行かない方がいいとも言われたわ。一緒に旅行した私の家族だけが本当の日本人を知っていて賛成してくれたおかげで留学できたの。その時の家族に感謝したいくらい充実な日々を毎日過ごしているわ。日本人は他人と距離があると言われているけど、私にとってはその文化がとても好きなの。なぜかというと、韓国では友達や家族に距離はあってはいけないという考え方で、私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもの、それでこそ親密な間柄だという風習があるの。だから友達の間で〇〇を貸してとか、いちいちありがとうなどというのはとても失礼なことなの。けれども日本人は毎回ありがとうと言ってくれるし、ちゃんと許可も取ってくれる。最初は少し戸惑ったんだけど、今考えれば人間として生きている以上当たり前の考え方だと思うわ。他にも日本で感じた日本人の素晴らしい文化や優しさなどたくさんエピソードはあるんだけど、長くなってしまうから今回はこの辺で終わろうと思うわ。あの時日本を経由して本当に良かったと今でも思っているわ。さて、そんな日本と韓国の関係を海外ではどう見ているのでしょうか。以前、産経新聞と FNN が行った世論調査では、韓国を信頼できないとの回答は 77.2% に上り、逆に信頼できるとの回答は 13.9% にとどまりました。翻訳元では、日韓関係を改善するにはどうするべきかとの質問が投稿され、様々なコメントが寄せられていましたが、反日教育の影響が大きいとの意見が多く寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。やっぱり過去じゃなくて未来を見ることだと思うけどね。国籍不明。韓国はそろそろ大人になった方がいい。ニュージーランド。幼児期からの反日教育の影響は大きいよ。国籍不明。直接自分たちと関係ないことを謝罪しなきゃいけないの？世代も違うし、政府も違うのに？もし君の先祖が誰かを傷つけていた場合、被害者の子孫に代々謝罪を続けるつもり？シンガポール。じゃあ地球上の全ての国が一斉に謝るべきだな。歴史を通じて無実の国なんて存在しないんだ。オーストリア。韓国が大人にならない限り、日韓の友好は無理だろうな。フィリピン。よく言われているけど、韓国は反日教育をやめるべきだ。それから賠償も謝罪もすでに済ませている国に、さらに賠償と謝罪を要求するのはやめよう。カナダ。反日教育が多くの韓国人を洗脳しているんだよ。国籍不明。平和的に解決してほしい。お願いだ。もうこれ以上世界に争いなんていらないよ。
シリア。権力者が間違った方向に国民を持っていくのは最悪だと思う。韓国は反日教育をやめるべきだ。もっと平和な世の中になればいいのに。国籍不明。反日教育がなくならない限り、この問題は終わらない。国籍不明。以上が海外の反応です。先が見えない日韓関係。近くて遠い国韓国ですが、やはり反日教育の影響は大きいようです。幼少から反日思想を持つような社会構造が形成されている現状を見ても、まだまだこの状況は続きそうです。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。